は北日本コンビ、そして中段が近畿、後ろからが関東両者。さあ体型縦一列が崩れていきます。後ろから待つ7番の鈴木博士がゆっくりと上昇開始、前へ前へと攻め上がって7番の鈴木、連れては2番の細沼、打掌の周回に入ったところで、まずここで7番の鈴木が切って、今度は5番の船本、船本が3番手まで上がっていきました。そして4番の本間ですが、本間6番手まで車を下げて、さあ3番手車を外に持ち出して、5番の船本がゆっくりとこの辺りは上昇。さあここで近畿勢が先頭に変わりました。金が入って3コーナーから4コーナー、さあ前に変わって待つような感じは5番の船本、依然として本間は6番手。さあ人気を集めた北日本勢が後ろに回る展開になりました。最終周回に入ったところ、さあここは5番の船本がまずは初日風を切っています。2番手が1番の中畑、3番手には6番の松山で、さあ人気を集めた北日本勢依然として後方の6番手、さあようやく6番手から4番の本間がまくっていって、4番手3番手まで上がっていきました。さあ2番手確認した1番の中畑、さあ中畑がブロックを見せて4番の本間を止めにかかっていく。4コーナーを回ってきた先頭5番の船本、番手から1番の中畑、中畑最後は抜け出したか。